第11期女流王位リーグ司会実況の広志達也です。解説は第6期7期女流王位魚谷由美が務めます。魚谷プロよろしくお願いします。よろしくお願いします。対局の準備ができているようです。第11期女流王位リーグ第2節シータク3回戦投杯の開始です。女流王位リーグは一発裏ドラのない日本プロ麻雀連盟の A ルールで行われます。3回戦はシーチャから沢村、ナンチャ涌津、シャーチャ清水、ペーチャ武石、トンの一曲ドラワレアンピンです。さあ魚谷プロ、はい、1回戦苦しかった沢村ですが、2回戦オラスで、はい、なんとかまくってですね、トップでの終了ということで、はい、後半戦も楽しみな、対局になっていくと思いますが、はい、いかがですかここまでは。そうですね、あの沢村さんオーラス迎えるまではラス目だったんですよ、はい、そこで、うん、あのやっぱりいいリーチ判断とかがあって、それでトップまでいけたと思うので、はい、よかったなと思います。あのリアンソーはこうかなり効果的なリーチになったんじゃないかなと思いますね。そうですね、はい、このままなんとかプラスまで持っていきたいですよね。そうですね、はい。さあこちらなんちゃの和靴は難が統一、ウースを切っていくちゃんたけの手配か、シャーチャの清水はシャーが重なる、こちらもちゃんたけ、竹石はドラのレアンピンが1枚、マンズで一面つ、沢村にもドラのレアンピンが1枚あります。まあ同じちゃんたけでも和靴さんの手と清水さんの手だと結構違いますよね。違いますね、清水さんの方がすごく早いですね。そうですね、さあ靴このトーンはすでに場に1枚切れておりますが、 E ピンを切っていく、やはり清水ちょっと早いと思って警戒しているか、トーンは残しました。まあ、ドラが出ていかない形にとりあえずしたっていうのもあるかもしれないですね、うんうんうん、はい、自分の手はあんまり早くないので、うん、あ、そしてうまく重なります。沢村これはいい3ピンを引きました。ドラが使えるようになります。ワクツペンチームを嫌っていく、竹石は初が重なります。逆にちょっと重くなっちゃったみたいな印象もありますが、そうですね、1枚切れてますね。初ドラが出ていっちゃいそうなんで、2枚目もちょっと仕掛けるかどうか難しいとこですね。パーワン切るってのもありますけど、思い切ってポンするならリアンピン切った方が良さそうですけどね。2000点も1000点もあまり変わらないので。なるほど、はい。さあ和靴は何を仕掛けていきます。これは1枚目の何から、うん、まあ、トンが1枚切られちゃってるので何仕掛けないと結構厳しくなりますね、その先が。さあシャーは清水統一ですが泣きません。沢村ここはイーマンを切って単用に持っていく。現状ポイント的には竹石さんが一人浮き状態なんですね。そうですね、1回戦国士無双を積もり上がった竹石、さあ沢村これでマンズが両面に変化、うん、沢村さんリーチ打ちたいですね早く。そうですね、清水のところにトンが来る、これは和靴が欲しい牌。ここは3層を切っていく、この3層を仕掛けたのが和靴、まあ、嘘が早いということでちょっと3層の方に手がかかってしまいましたか ね。 そうですね、あと3層1枚切りだったのもありますね。さあただこれで、沢村十分系のイーシャンテンです。いやこれは小層引き、そしてリーチに行く。ただサブロピンはちょっと場にも結構出ちゃってますね。場に3枚見えてますね、自身から見て4枚、はい、ただ全部いますね、それ以外は誰も持ってないということは4枚残り、これは引けると大きい、これは結構引けそうな感じしますね。いやこれだけサブロピン見えてて4枚残りってあんまり想定しにくいですね。そうですね、あっとただここでローピンが連続で流れる、立て続けに
残り2枚。おっ、わー、積もった、すごい、めっちゃ痛。これは沢村にとって大きい上がりになるでしょう。大きいですね。リージスも単ヤードライチ3900の上がり。いや、これは大きな、あのシーソー引きがちょっと感触いいかななんていうふうに思っちゃったんですけどね。そうですね、ウッパスをちょっと薄かったですけどね、はい、ただウッパスもサブローピンも薄かったので、やっぱりすぐテンパイ入ったっていうのが大きいですね。そうですね、ここまで思い切ったリーチを何度も敢行してきた沢村、うん、3回戦はトンの一曲から上がりまで結びつけます。これは本人的にも感触いいでしょう。そうですね、はい、さあ連チャンです。トンの一曲一本馬ドラワチーピン、こちらが沢村の手配第一打者から。シャーチャの清水は南から切っていく、竹石はチュンが統一、ドラメンツも完成している、形は良さそう。マクツはイーピンを切っていきます。これは竹石は1枚目のチュンから仕掛けていきますかね。竹石さんあんま仕掛けるイメージないんですけどね。ないですか。あのポンテンとかは取るかもしれないですけど、はい、ポンシャンテンぐらい、ポンしていいシャンテンぐらいだとあんまり取らなそうなイメージではありますね。ペーチャだからっていうことは考えられますか。あ、どうなんですかね。大谷さんちなみにどうですか、ペーチャだから仕掛けにくいとかは。私はほぼ気にしないです。あ、関係ないですか。関係ないですけど、うん、まあ、ぐしゃぐしゃからの仕掛けはちょっとは気にするかもしれないですけど、はいはいはい、基本的にはあんまり自分が上がりに行くんであれば、はい、 ね、それが自分が何茶であってもあんまり関係はないと思う、はい、関係ないですね。それ結構言うじゃないですか、やっぱ定茶の仕掛けは結構気を使うみたいな、はいはい、うんうん、あんまり考えたことないんですよね。なるほど。あ、1枚目からですか。あ、巻きましたね。チュンを仕掛けて難を切っていきます。これで完全にシャンテン手広い形、この9ピンがポンテンになりそう。9ピン仕掛けてイースーソー一気にテンパイまでたどり着く、うん、これは上がれそうですね。イースーソー、そうですね、結果的にはタイミングよく仕掛けられたというような印象ですね。そうですね、はい、思い切ってなんか仕掛けたイメージですけど、はい、なんかあんまり仕掛けないかなってちょっと思ったんですけど、多分いい判断だったかなと思います。はい、あと沢村ここは3ピンを切っていきましたね。ウーマンの方が若干打ちにくかったが、最終手出しはスーマンでした。竹石スーソのつも上がり、チュンドラ1、500戦のつも上がりです。500戦は600、1100。親番は変わってバクツ。まあ、形も良かったということで一泣きだったんですかね。そうですね、まあ、十分系のイーシャンテンではありましたもんね、うん、まあ、9ピンなどはしかも、まあ、泣きやすい回ではありましたね、はい、うん、ソウヤのワクツはダブトンが統一、清水はマンズが目立っている、チュンが統一です。竹石はソウズで一面つ完成、沢村はマンズで完成してます。上目の3色が見える。水は本質に向かいそうだ。ここは数ピンを切っていきます。さあこれでマンズで両面ターツができます。ペイは風杯、換算層を嫌っていく。清水は一気に寄せていきます。換算層を嫌ったってことはペイの、まあ、ポンテンも取る構えになる可能性が高いですかね。ペイと6、7、8の両天秤みたいな感じですか。ペイと、そうですね、はい、6チッパ3色の両天秤という形ですかね。こちらの手配、
さあバックスは一歩前進です。シャーがうんこになる。これは強い形になってきた。このチュンはポンします、ね、仕掛けました。これでイーシャンテン、このトーンをワクツが仕掛ける。ワクツもイーシャンテン、一気に場が動き出す。さあワクツがテンパイです。イースーソ、清水がテンパイ、ウッパーマン、すごい一気に動きます ね、 すごいですね。本当にイースーソー対ウッパーマンです。イースーソー良さそうですけどね。イーソーの方が、あ、これイーソー危ないか。イーソーだ。ーこのイーソーはワクツの上がり、ダブトン2900の上がりです。ケイさんも自分の手のこと考えると管理暗像をもう2枚切れちゃって、はい、イース終わったら多分上がれないですからね。そうですね、形はちょっと育ってきましたもんね。いい形になってきました、うん、武石。ただイースがワックスに補充という形となります。さあ何でしょうか。何ですかねワックスの連チャンです。トンの2曲1本場、ドラは数万。水はシャー、竹石はチュンが統一。ワクツはハクが統一ですね。ハーピンを切っていく。ワクツはこれ全順パーピン切ってますが、はい、白の統一落としってことは考えられますか。まあ、カンチャンばっかりの手配ですね。まあそうですね、難しいですね。まあ白の統一落とし考えられると思いますよ。あの柔軟に行くのが白の方が柔軟かなとは思うんですけど、はい、まあおそらく白が泣きやすいだろうなっていうふうに思ってるんでしょうね。こう仕掛けを意識してるという、うん、そうですね、ことですか。この形に受けてハク泣かないってことはないような気がしますね、はい、パーピン残してハク切ってくんだったら仕掛けないこともありそうですけど、魚谷プロであればこのワックスの手配、はい、まあ、この手に単純にパーピンがあるんですが、はい、今レアマンと変わりましたが何切りましたか。ハク切りましたかね。あ、なるほど、はい、カンチピア残してと。そうですね。さあそしてハクを仕掛けます。リャンマン切り、マンズドラの部分をリャンカンにしなかったっていうことですね。ドラはカンウーマン1本に絞って想像リャンカンで残してましたね。そうですね、ドラを絶対となるとなんとなくこうマンズが高いからかな。3万にも魅力がないと判断したんですかね、はい、実際な今なくなりました ね。想像の方が、まあ、仕掛けやすいだろうっていう判断なんでしょうね。ドラ受けはカンウマに絞って想像で勝負と。さあ沢村はイーシャンテンです。ワクツが仕掛けてテンパイ、カンウマン、こういう仕掛けでよく見るのがこれ今回は多分もうなありえないんですけど、うん、数万引いて数万引いて3球オールみたいなの僕たまに見るんですよね。ワクツさんのですか。あ、いや、ワクツさんに限らないんですけど、そういう意味で、なんて言うんだろう、先が一応ある仕掛けって面白いですよね。そうですよね、可能性がまだ残る、はい、される時ってありますからね。こんなの日給の愚形で厳しいななんて思ってると数万引いてあれと思ったらまた数万引いて3キョルですなんていうのは見るんで、はい、まあ、それはやっぱりポジティブ思考としてはすごい理想系ですけどね、はい、まあ、本人も多分そこまで狙ってはいないと思うんですけど ね、 でも多分私結構ポジティブな方なんで、はい、そこまでは考えないですけど、はい、あの高め引いて高め引いて、とかは考えたりしますね。なるほど、はい、さあ沢村いい形なんですがもう3万がすでにない。
清水も単品系のイシャンテン、うん、他がテンパイ入るかどうかですね。うん、清水と沢村がイシャンテンですね。ここ酸素を切っていく。武井翔若干受け気味、天敗だ。イーマン切っていきます。イーマンで打ってもそんなに高くなさそうですしね。うん、2、3、4、4ぐらいですか。そうですね、オッパーぐらいですかね。さあ、イーマンを仕掛けた清水。ウーマン、このウーマンは宝珠に回る。中筋でしたね。はい、白ドラ1、2900は3200の上がりです。テンパイ取れもいいと思いますよ。馬ほぼ通りそうな範囲に見えるので。あ、清水のですね。はい、いや、あの、僕なかなかそういうのできないんですけども、はい、なんか相手も 100% テンパイ通るか分かんないみたいになって、しかも上がれないテンパイじゃないですか、はい、経点。そうですね、まあ打って2球なんです。はい、おそらく、はい、ウーマンで打ったら、はい、で打って2球で打たなかった、もしそれでテンパイが取れた時ってプラス1500点の加点が多分ほぼもらえるかなっていう状況で、自分が濃点だったら1000点のマイナスなんで、なんかあんまり変わらない気がしません？そうですね、はい、そういうふうに冷静に考えてみると、はい、若干の、あ、そうですね、最近こう僕、はい、リスクを取ろうってちゃんと思ってやってるんですけど、そうですか、はいはい、なんか大したリスクじゃないなって感じがします。あれでもちろん1万2000って打っちゃうと、うん、リスクを負いすぎて、はいはい、ちょっとの展望をもらいに行ってるんでよくないと思うんですけど、あんまりそのウーマンで当たった時に高い形が想定しづらかったんで。うん、確かにそうですね、はい、細かいことですけどかなり重要になってきそうな、なんていうんですかね、部分の話だと思うんですよ ね、 そうですね。私結構テンパイ好きなんで。僕は上がるのが好きなんですよ。いや、私だったら上がるんですよ。サブローピンテンパイですね。そうですね、清水、トンを仕掛けてサブローピンテンパイドライチです。ダメドラ今清水、数ピン積もって数ピン積もぎったんですが、はい、イースーピンイーマンという街に変化させることも、まあ、一応できたんですよね。そうですね、そこからの一応トイトイ変化。うん、それだったら、あ、そっ か、 それ、ただまあ E ピンがすでに場に2枚切れてる、うん、それだったらイーマントイトとしとかの方がちょっと面白いかなと思ったんですけど。なるほど、はい、まあこのサブローピンに受けるのがなんか一番自然な感じはしますけどね、はい、ドラで上がって3900なんで。そうですね、はい、さあ沢村が追いついた。リャンピンを引き入れてのリーチに行きます。ウッパーマン待ち。おっと、竹石はすぐに引く。リャンマン切り、うわー、パーマン一発つもだ。リーチつもドラ1、1200は1200、2200のつも上がり。あー、清水 E マンは出てて E ピン積もってたっていうことですね。あー、なるほど、まあ、結果ですからね、そこは結果論です ね、 しにくいですね、はい、難しいと思いますよ。3ピンが、ね、ドラじゃなければ そ、 うです、ね、その形もあったと思うんですけどね。トイトイ変化が2ピンでした場合ドラ打たなきゃならなくなりますしね。そうですね、さあ親は清水です。トンの3局、ドラは白。沢村さん今一人浮きの4万5000点でかなり感触いいですね。そうですね、当てはいも良さそう。いいシャンテン、いいシャンテンですね。初のポンテン取れる形、はい、あんまり高くなりそうなんで取っちゃいそうですね、初出たら。なるほど、これ出るんじゃ、あ、次ぐらいに出そうですね。うん、ドラだ。あ、ここも3万切って、スピード勝負に持ち込むなら初すぐ泣いても、泣いた方がいいと思いますよ。初ポンして、はい、イースーピンですよね。そうですね、イースーピンにして、まあ、白切っちゃった方がいいかなと思います。待ちの強さとスピードで勝負と、はい、だいぶ強いんで間違い、はい、あー、ただ重なった。これは出ない形になりましたね。こうすると長引くかも。いや、こうなると結構苦しいですよ ね、 ただイースーピン入っての白切り闇点とかは
あると思うんですけど、上がれない形になるんで、やっぱ長引きますね。さあ清水も徐々に手が進んでいく。カンパースを払っていきます。こちらは竹石、ピンズの一つを見ながらの手配進行か。あ、ここにマークが。清水さんは親なんで、どっかで切り出していきたいと思うでしょうね。いや、あ、これリーチ行きそうですね。逆にこっちのテンパイの方がリーチ行きやすくないですか。うん、そうですね。シャンポンよりはこっちの方が行きやすそうですね。うわぁ、そっか。ここは初を統一落としの形。これはどうですかね。これちょっと弱気かな。そうですね。こうなると今度ハクが切れなくなりますからね。まあ、ただ今ローピン入って単品系になったら切るんじゃないですかね。なるほど。切って闇点ですか。闇点になりそうですよね。はい。なんか順目とか町の兼ね合い的にやっぱリーチ打った方が強いかなと思いますけどね。はい、あれはどうですか。展望状況的にってのはどうですか。今リードしてる立場で、それはあんまり関係ないですか。あとスッチーソー、今さ竹石闇点に構えて打たれましたね。あ、役なし。はい、竹石今たった今スッチーソーの、あ、またスッチーソー打たれましたね。あ、こうなると今度竹石も行きにくい。スッチーソーはちょっと薄かったんで行きにくいのは分かりますね。これはスッチーソーチーもありましたけどね。あ、確かに、あのちょっと薄すぎるんで、はい、スッチーソーチーしてEピン切ってのスッチーピン買ったワイプがなんか上がり なぜ、はい、そうですね、確かに。そうですね。これちょっと、あ、これで役割に変化。はい、これちょっとなんか局面がどうなるか、ね、先行き不安というか。あ、チーマン仕掛けて、これは、はい、ハクを切ってリャンウソーテンパイ。いや、ウソーだ。これシャンポンにするんじゃないですか。スッチーソー薄いですし、変えるか、変えた、うん、ウソーとパーティーのシャンポン待ち。沢村もこれでハクが切れる形にはなります。沢村さん、ただね、ハク切れなくてリーチ打たなかったんで、これちょっとハク短期とかも視野に入れてるかもしれないですね。もう自分でそうしたんでっていう意味合いを持たせようと、はい、このリアンソーは当たり牌だ。やめるかな。やめる牌ないのか。やめた、やめない、リアンソー切り、はい、ハク切ればよかったんじゃないですか。そうですね、さすがに。だからそのやっぱりちょっとハク自分で持っちゃったんだからっていうのがあったのかな。意地を通しちゃったみたいな部分もかもしれないですね。ちょっと今の曲はあんまり良くなかったかもしれないですね。まあ、思い切ってここまでそういった意味では、まあ、なんていうんですか、乱暴なリーチっていうのはなかったんですけど、かなりこう攻めるんだよ私はっていうような、はい、場にちょっと薄いくらいだったら思い切って役割でも思い切ってリーチいくっていうような印象あったんで、まあ、あとやっぱりもう今清水さんが確実にテンパイだったんで、はい、あの吐く切った方がいいですね。あ、リアンス打ったところですね。そうですね、はい、そうです。それがあればまだ良かったと思うんですけどね。打っちゃうと良くないですね。そうですね、ちょっと、まあ、打点が安かったのが唯一の救いというか。そうですね、まあ、打点は安そうでしたけどね、ハクをやっぱり切ってるんで、はい、さあ清水連チャン、形は良さそう。ハクが統一、さあ手が進んでいきます。リャンソーが重なる沢村、これでチートイツイーシャンテン、まあ、自分で結構ちょっとやっちゃったって分かると思うので、はい、まあ、やっぱりさっきも言いましたけど、そこで日和らないことが大事ですかね。なるほど、はい、さあ枠2今、テンパイ外しですね。ペンチーソー取らずでドラのウーピンにくっつきを求めます。こちら、はい、まあ、自然な手順ですかね、ここはチューンを先に切っていく。おっと、リャンソー頑固になった。これはちょっと楽しみな手配になってくる。おっと、これは急走なんですね。チートイツイシャンテンですよね、急走切れば。そうですね、まあ、あとピンズも3万とか入る
あ、チートイツイシャンテンじゃないか、ごめんなさい、まあ、スアンコウやサアンコウなども、そうですね、3万とか入ったら管理アンマンヤミテンでもよかったかなと思ったんで、まあ、ドラをもう切りたくないっていう構えにしたいんでしょうね。あ、なるほど、はい、あれドラウーピンを必ず使ってのテンパにしたいと。そうですね、急走ある分には別に多分絶対急走周りくっついても切らないじゃないですか。はい、イーマン周りだと切る選択肢が出てきちゃうからかな。さあこの数走ポンテン取ります沢村、そしてスッチーマンでのテンパイ、タンヤオドラ1、こういうの多分大事だと思いますね。うん、さあ親の清水イーシャンテン、あ、この数万が沢村の上がりになります。いい上がりだと思います。はい、タンヤオドラ1、2000は2300の上がりです。トンの4曲、親は竹石、全曲の、まあ、ミスとは言えないかもしれませんが、宝珠をすぐカバーという格好ですね。そうですね、対戦国士無双積もっている竹石、この3回戦はちょっと苦しいですが、この親番いいハイパイ、うん、いいですね、2メンツ完成しております。第1打順から沢村さんもいいですね。沢村も、はい、悪くないですね。ドラは9ピンです。あ、ここはもう目いっぱいに受けていく、自敗打っていきます沢村。チッパが遠くに見えるか、両走切り、竹石パーピンが重なります、一歩前進。あっと、これは6、7、8が見えてきた、うん、さあ竹石これでイーシャンテンです。両ピンですか。はい、イーシャンテン、竹石はこれポンテンどうですか。パーピンとスーソーですが、パーピンがドラ表に1枚、そうですね、周り引く前でこの順目だと取りたくなりそうですけどね。チートイツのイーシャンテン、ドラが重ねました清水。私はまず取るんですけど、あ、取りますか。あ、はい、うん、これはちょっとスルーしたらその時点であと2枚じゃないですか、はい、シャンポンの街が、それを引いて引いてで上がれるっていうのは結構ちょっと都合いいかなって考えちゃうんで、途中で何か両面の牌がくっつくとまた違います、ね、はい、チーピンとか持ってきたら我慢しそうですね。さあそして沢村、理想通りローピンを引き入れて完治層の天牌ですね。単用3色、打点も十分。清水さんもテンパイですよね、スーソー短期。あ、なるほど、清水もチートイドラドラテンパイです。スッチーソーが当たりってことですね。瞬短期に待ち替え、このスーソー仕掛けたのが竹石、ね、サブローマンが強そうですかね。サブローマン、瞬、チーソー、このチーソーがただ今一瞬筋になってますよね。うん、あ、地獄でリーチした、地獄短期だ、ヤマトの勝負。さあどうなる。ただね、天杯2人がいるからなかなか降りてはくれなそうですね。そうですね、これはドラ統一なだけにかなり勝負リーチとなるか。まあ、竹石さんはまず降りないでしょうね、サブローマン待ちも強いので親番ですしね。沢村どうですか。枠スもテンパイしちゃった。あ、テンパイ。これ小さくないか。ローマン。ローマンも当たりですよね。あ、ローマンも現物。ローマン、サブローマンじゃないですか。そうですね。これローマン切りそうじゃないですか。あ、ローマン現物。となるとローマンだ。上がりは竹石。はい。白1500の上がり。いや、これはでもやっぱり竹石さんがちゃんとポンしてテンパイ取ったのが良かったですよね。はい、清水も思い切ったリーチに行ったんですが、うん、ここは竹石の上がり、
沢村は闇手に構えましたが、やはり闇手の方がよろしかったですかね。そうですね、まあ、やっぱり単野を3色の5200って基本は闇手って教わるじゃないですか、うんうん、なるほど。私本当たまにしかやらないですね、苦手です。あ、そうなんですか。5-2のカンチャンリースの苦手ですね。なるほど、はい。さあ、さ、竹石の連チャンですね。ドラはチーピン、こちらは沢村何から切っていく。枠ツはかなり苦しいハイパイなんですが、トンから切っていきましたね。枠ツはこうトンから切るっていうのがもう業界ではかなり、ね、はい、いつもですよね。多分それは逆に一貫して割といつもトンから切ってるんですね。私悪い手の時だとちょっと置いちゃうんですけどね、逆に、はい、いい手だと先に切ること、先に切ります、はい、切らなくてもいいかなと思って一生もう、あ、悪い手だとってことですね、はい、はい、です一生切らなくて、一生切らなくていい表現ですね、はい。まあ、でもこのぐらいの枠地さんの手だとまだ上がれる想定があるから難しいところですけどね。さあ、親の竹石はチュンが統一です。三ピン切り、なんか一生っていうのを名言とか言われると笑っちゃうんですけど私しか言わないですね多分。なるほど、一生って、まあそれぐらいの覚悟を持ってるっていう その表現ですよね、うん、はい、いい表現だと僕は思いますけどね。ありがとうございます、はい。さあ、沢村ウーソを引き入れて一歩前進。ここは3万を切っていきます。まだチュンは切らない。全体的になんかあんまり、そうですね、持たつけそうな。あ、沢村さんがいいですね。あ、ここでチュンをリリース。ポンはしない竹石さん。親ですけどね、しませんでしたね。ちょっと形、これ竹石さん的には苦しい形残りになるんですかね。なるほど、両面カンチャンのイーシャンテン、しかもドラ含みと。はい、まあ、仕掛けた後の手もいわゆる中ちゃんぱいだらけになりそうな、まあ、端牌の9ピンのドラマタギと、はい、さあ沢村一気に手が伸びて天牌取らずもあるか。ここは取る、数層切り換算ピンの天牌です。まあ、一手通り単野も結構しやすい形だから天牌取ったんでしょうね、はい、うん。あ、これで単野を手代わりしました、はい、取らずであれば両層でしたね、うん。いや、そう、ちょっと薄いからこっちの方がいいかもしれないです。どっちがいいかは、ね、ちょっと分かんないですけど。竹さんってね、チュンポンしないとでもなんかテンパイもちょっと苦しいかもしれないなと思っちゃう感じはするんですよね。さあ、ワックスもちょっと思った通りのツモは来ない。うん、清水も今回まだ重いか。一応差し子が見える形ですね、清水。はい、竹石一歩前進。チュン仕掛けますかね、ペンチピン残り。仕掛けるんじゃないですか、やっぱりテンパイだけでも親番なので価値あると思うので、はい、仕掛けないとテンパイ難しくないですか。相当難しいですよね、はい、チーピンローピンといいシャンテンになりますね。ポンテンならまだ取りやすいですかね、まあ、役もあるしと、うん。3ピンあと2枚いるんですね。あ、ここに来た、今来ましたね。清水さん打たないですね、3ピン。なんか今日苦しそうな町が結構山に残ってたりしますね。うん、清水さんの、あ、ここで出る天敗したから、はい、リャンウマの天敗の入った清水。この3ピンが沢村の上がりになります。単野を1300は1600の上がり、この上がりで難入となります。沢村ここまで一人行きで、難入、親番を迎えます。沢村にとっても3節以降の戦い方を占う今日は大事な対局ですからね。大事ですね、ここはこのぐらいのリードで終わらせたいですね、はい、このとりあえず半ちゃんはで最終戦によってどうなるかって感じがいいですよね、はい。さあ、ドラは3万です。1打トンから
阿久津はちょっと形が苦しい。阿久津さん今日ずっと結構手配ハイパイ苦しいですね。苦しいですね。ドラからだ。いやごめんなさい、もう卒業しましたから私。阿久津さん知ってます、アピール。阿久津評論家卒業ですね。阿久津評論家卒業してますからもう分かんないです。まあこういうのっておそらくですけど、はい、他の人への見せ方なんですよね、うん、いやそうだと思うんですよね、はい、だってこんな遠い手配で例えば国士やるにしたってドラから切んないじゃないですか、はい、って思うじゃないですか、はい、っていう狙いですよね。363ですね。そう、さすがに結構近いでしょって言って、こうちょっと怖がらせようっていうのが多分狙いだと思うんですけどね。まあただちょっと評論家じゃないんで分かんないですね。このあたりどのあたりに狙いがあるのか。阿久津第一打ドラを打っていく。沢村はチートイツに向かっている。竹石さんが伸びてきそうですね。そうですね。こちらは清水の手配。ドラは3万、何を切っていくか。もうすでに2枚切れている。あ、これもチートイツに決めた形か。6万切り。清水6チッパーも見えるが、急走とか切りますか。単矢を含みに。ただドラが、はい、リャンソー。ドラがね、リャンソー。ほう、ちょっとつもぎりが続くか。竹石はピンプケの手配。沢村数万が重なっていいシャンテン。さあ竹石はここは小さぎりペイを生かしていこうということか。ペイがちょっと嫌なんですかね。阿久津さん気持ち悪いですよね。そうですね、ピンズがかなり高い手配。だから小さと想図だったら結構切りやすそうだからっていう判断があるかもしれないですね。ただペイ切っておくと結構いい形のいいシャンテンでしたけどね。そうですね、はい、すごいドラ3枚来ちゃいましたよ。あら、はい、捨て牌でドラメン、ドラアンコのメンツと2メンツ完成していると。さあ竹石が仕掛けて、これはペイの後付けという形ですね。テンパイ取ります。なるほど、まあ上がれなくてもいいやっていう仕掛けですよね。このね、ちょっと川であんまりペイで上がるのって期待できないので。はい、清水がペイやっぱ切らないですね。もう止めましたね。うん、どっちかというと阿久津さんに警戒の方が強いのかな。チュンでしたかね。阿久津はまあドランコとマンズ6、7、8拾えてれば、うん、少なくともテンパイはしてると、うん、まあただ阿久津さんの多分見せたいやり方で、うん、清水さんは結構やっぱりちょっと怖いっていうふうに思って受けてますからね、うんうんうん、ある程度評価してるということですね、はい。でもなんか清水さんすごいバランスいいなって思います。いいですね、はい、なんか昔って結構もうちょっと前に言ってたと思うんですけど、今は攻撃と、はい、攻撃するときとこうちょっと守備も意識するときとのこうバランスがすごい一番そうですね、いいように見えますね。いわゆる丁寧な感じはしますよね、なんとなく。うん、昔の方がちょっといい意味で雑だったかなって感じはします。あ、なるほど、はいはいはい、今はすごいもう丁寧ですね。うん、やっぱり行くべき局面じゃない時の見極めがうまいというか、はいはい。さあこの曲はペーチャ竹石の一人天牌での流局となりました。うーん、ワーク2どのあたりに狙いがあったか。第一打ドラ切り。ただまあ流局だったら多分よしって今考えてますよね。うん、沢村さんの調子がいいと考えて、沢村さんに親番やらせないためのっていうのもあったのかもしれないですね。はい、ただ流局でよしの場合は、うん、
ドラ1枚切って終わりたかったと思うんですよね。ドラ3枚来ちゃうと多分後悔の方が先に来てそうな気がするんですよ、まあ、ドラ3枚行くのはちょっと嫌ですよね、まあ、いくら和屈とはいえ、まあ、うん、この結果が結果としてはいい結果だったかもしれないんですけど、うん、ドラ3枚来ちゃったらちょっと違やり方違ったかなみたいな。そうです、ね、うん、今回結構みんなまとまってますね。そうですね、親の和屈さんはまとまってない、苦しい。清水さんもいいですし、竹井さんも早そうですし。そうですね、うん、今回は沢村の手もかなり、うん、何の2曲一本場ドラは急走です。さあ清水ピンズ両面ターツができる、どうしますかね。急ピン切り、これは3色と1通と、ね、なんかいろいろ見た位置だと、うん、清水さんはすごくあの一通が好きなイメージがあるので。ああそうなんですね、はい、自分でもおっしゃってますし、結構多分引っ張るで、あそういうことですね、この9ピンは切らないと、はい、差しごと一通の両点瓶みたいな形ですかね。そうですね、ここで3ピンを引き入れて9ピンを切っていきます、うん、今度タイヤの方が良さそうですかね、うん、数万伸ばしてリャンウソン2度受けの単品イペコみたいなイメージですかね、はい、あこれでチートイツイシャンテン自在ですね、なんとなくこう本当ですよ、はい、なんか常にこうツモによってなんかもう方針をすぐ決めてるみたいな、はい、やっぱりこう選択が早いともうなんていうかこっちも選択が遅いと、うん、あの一緒に打ってて何考えてるのかなっていうふうに想定はできるんですけど、はい、清水さんみたいに全部バシバシ決められると、うん、あのそういう迷いがあるような手配には見えないですからね、はいはいはい、こういつでもリーチ言われるんじゃないかみたいなプレッシャーも、おっと竹石ここはドラの急走短期でリーチだ、なるほど、ピンフの闇、まあ、ピンフのテンパイも取れたんですが、ここは急走短期で打点を求めていきましたね。実際急走がいやこれがありますね、今日はリーチをかけた時の山あ枚数が山にかなり残っている。こういうリーチってやっぱり、A ルールだから見やすいリーチですよね。うん、そうですね、はい、普通のやっぱりフリーとかのルールだとスッチーピン抜ける方が自然かなってなりますもんね、はい、魚谷プロであれば実際この川で本当に竹石プロの立場に立った時、はい、どっちに受けますか、うんうん、私基本的にドラ切ってやみてになっちゃうんですよね、基本的には。はい、この点数状況とかも加味するとだいたいドラ切ってやみてになりそうですね、はい、僕もそうしちゃうんですよね。どっちがいいか難しいですけどね。でもリターンは大きいですよね、やっぱり大きいですよね、うん、これドラいるか分かんないですからね、かんないドラはもうどういう状況でも分かんないと思っちゃうんですよ ね、 そうですね。でもちょっと分かる時もたまにあるんですけど、はいはい、これ全く分かんない川ですね、急走の情報が、まあ、いわゆる竹石としては勝負のリーチと。そうですね、ここででも実際5に上がると結構浮きがかなり大きく見えるので、はい、まあ、だけど出上がりというよりはつも上がりというようなイメージですかね。ただ結局勝負してきた人は出す可能性がないわけではないので、はい、うんうん、そうですね、はい、でまだ3枚いると、はい、清水はチートイツイーシャンテンで粘る、沢村もチートイツイシャンテンでしたが、ここでローピン切り、ワクツは受け気味か、いやまだあります。ワクツさんちょっとテンパイ厳しそうですね。厳しそうですね、急走見えないですね。あここに来た、ここに来た。さあでもまだだいぶいる、2枚いる、ありますよ、チャンスですね。さあ次が竹石にと、あと清水テンパイですね、3万かパーソー、テンパイ取るパーソー切り、いやー積もれない、清水さんは背底もある、背底いらないって思いますよねこういう時。うわ急走だ、これ危ないかな、これはねどっちも切れないんじゃないかな、心配ですもんね。いや急走は切らないと思いますよ多分。あーちょっとこれは困ったぞという表情、これはトン切るんじゃないかな、さすがに背底だし3万も結構きつい背だし、いやこれどっちか僕切りそうな気がする。
あ、確かに清水さんこういうの切ってるのに何回も見たことあるかも。急走切りそうな気がするな。え、本当ですか？うん、急走の方がいい？わかんないです、これは僕のイメージです。ただカバーは普通なんですよ、ね、うわー飛んだ。うーん、いやなんかここは清水、うん、これは私進化した清水さんで、うん、そういうことなんでしょうね、はい、昔やっぱ結構切ってましたよね、自分の天敗には素直にみたいな、はい、まあ今 100% 上がりがないということなども込みですかね、うん、ちょっと、うん、やっぱりなというか掴むか私みたいな顔で今ちょっと武志の手配を眺めていましたね、清水、でもまあ選ぶんだったら急走になった可能性あるんで、ありますよね、良かったですね。さあ清水、親番を迎えます。チュンが統一、ドラは9番です。チーピンを引き入れます。ピンズで一面つ完成。竹石はダブナンが統一、ナンが出ます。竹石仕掛けない。うーん、仕掛けの形にはある程度、あっとナンはうんこにした、ね、これは好判断。うん、ちょっとでもまだもう一個引いてからのナンポンの方が、あ、9番重なりました、ね、おっと清水がドラの9番重なる、しにくかった形ではあったと思いますけど。おっと竹石は若干狭く受けたが、トーンを絞ってパースを切っていく。急走が2枚切れ。こちら沢村、ペン3枚を払うか、単用になるんで払う、ローソー切り、ターツウォークも止めました ね、 そうですね、ちょっとどこ、あー分かった、マンズの下がいいんですね。あー、いいマン3枚見えてると、はい、ちょっと3万まだ気を残したかったって感じですかね。あー、ただちょっとこれは選択裏、あっと、しかも嘘引きで裏目になったと思ったんですが、はい、ペン3万残して関数ピン嫌いましたね。うん、もう3万に相当自信を持ってると。そうですね、自分以外が結構本当に良さそうな川になってますね。これはフリテンだ、ちょっとローソー切りたかったですかね、まあ、結果としてはしょうがないところか。うん、ただ仕掛けがある分、うん、これ転廃したらもうリーチです。あ、打たず、そうなんですよ、3万役なしになっちゃうのだけが嫌なの で、うん、でね、やっぱ先に引けたらもちろん、そうですね、いいんですけどね。関数ピンの単位よりもペン3万の役なしを取ったということは、うん、そうですね、まあ積もればもちろん上がれるんですけど、どうなりますかね。はい、清水さんがいいシャンテンですしね、ドランコの。そうなんですよね、あとゴロチもあったんで、取らずしてももう一回取らずしてもよかったんですけどね。あー、なるほど、ローピン切りなど、うん、はい、まあ、イーマンがもう場に結構切れたんで、ん、3枚切れなんでイーマン切りとかもありますかね。あ、おー、リャウマン対リャウマン、リャウマン対、あ、違うか、リャウマン対リャンウマン、リャンウマン対リャンウマン、清水がドランコ、ワクツはメンタンピン。実際ね、3万いたんですけどね、まあ積もれ、積もじゃないと上がれないですからね。いやー、清水の上がりだ、強い、リーズモドラさん、これさっきのやめたご褒美みたいな感じしますよね、うん、いや、これは大きな上がりが出た。いや、今日の清水さんのマージャンパーフェクトだと思いますよ、超かっこいいです。あの清水のスーピン間に合ってました？ちょっとそこだけ今順目追えなかったんですよね、追ってなかったな、間に合ってたっぽかったですか、ぽいですけどね、ちょっと微妙、わかんないです、ちょっと過信しすぎましたかね。確かに3万良かったんですけど、役なしになっちゃう3万なので、はい、微妙な部分もありましたかね。さあ清水大きな上がりで、これで減点、間に合ってましたみたいです、減点復帰、うん、そして親番続行、ドラはち、おっとこれは九種か、ん、九種っていうかめっちゃありません、これ九種で、インかぶりで、九種ですね、5枚残しですか、向こうが九種、
九死十敗ということで、ここは、途中流局を選択しました清水。こちら武石の手牌、白が統一。沢村にはドラのチーソーが1枚。まあどこもそん、あ、和屈さんがドラドラだ。あ、和屈がドラ統一、ここは結構、うん、まあ、単用系に、あっと、どういう表情だこれは。苦悶の表情してる、かわいい。まあ今リーチオナテンセに負けてますしね、ワクツ今日は苦しい、苦しいですね。ワクツさん、まあそもそもハイパイ結構強場ですからね。そうですね、さあ清水の連チャンです。何の3曲日本馬ドラは言いそう。あ、これは取り直し大成功ですね。これはすごくいい打点がちょっと、ね、なんて言うんでしょうか、まあ、まあ、2差し、2差しになったら最強ですね、はい、2差しだからマンズで頭ができるといいって感じですかね。そうですね、両走引きからドラ振り替わりとかのいいシャンテンも面白いかなと思います。とにかく両走が欲しいですかね。竹石も悪くない、リャンソーはあんまないです、ね、あー、リャンソーが竹石にゃんこだ、うん、沢村も3品を重ねて、これはドラが言いそうだ。ナンは場に2枚切れ、ん、あ、どうしたんだろう、罪棒を数えてましたかね。大丈夫、大丈夫ですか。ナンの3曲、はい、4本場ですね。これの一番面白くない質問来ましたね。今右ですか、はい、あー、なるほど。なんかただのピンフになりそうな相撲ですかね。さあ竹石の手が伸びてきましたね、うん、6チッパの3色イシャンテン見て、ドラ受け拒否、まあでも頭あるからいいのか。両走暗冠、これで清水ははっきりと2差しがなくなったのが見えました ね、 ね、いやー、これは理想的なチーピン相撲、6球走待ちでのリーチに行きます。清水さんどう戦うかちょっと難しくなりましたね。両走がないだけにということですか、うん、両走転敗してほしくないですね。そうですね、初、これはションパイですが切っていく。6球走高めのロー走が残り2枚ありますね。球走も2枚か、この高め休めってもう3班違いますから ね、 そうですね、大きな違いですね。さあ天敗だが、あ、まあ、嘘直前で2枚切られて現物にはなってますね。ただ目に見えて残り2枚の嘘、ここが降りると、うん、どうだ、3品通ってますからね。降りてないかな、チーソー通ってるからか、デリアンソーかんだからですね。まだ形はキープしている、うん、3品ですね。ローソーだ、パーソーワンチャンス、うわ、偉いな、これは現物だ、すごいな、ワンチャンス打たない、こうなると役がなくなりますからね。そうですね、まあ、ただどうせリアン、いやー、どうだ、ローソー切るか、ワンチャンスのローソーだ、まだウーソーが現物なので切られる、思い切ってリアンピンという手はないですか。うわ、三層だ、すごいな、すごいな、これで次のローソーもおそらく切らないですよね、パーソーゲーム。そうですね、ローソー来たらどうすんだ、数層通ってますよ、数層ってますね、うん、あ、やめた、いや、すごいな、これ逆に危なくないですか、マンズ引き戻してとか。なるほど、ワンチャンス、確かに行きやすいですね、ローソー。ただみんなが降りてるように、おっと降りてんだ、あー、サブローワン、これは切る、
ただみんなが降りてる時にのワンチャンスって危険なんですよね、相当危ないですよね、最後の1枚が出てこないっていうことですからね。そうです、最後の1枚じゃどこにあるのってなった時にリーチ者の手配か山にあるかなので、あ、急増つもりました。これはほっと一安心と。これでも清水さんも良かったって思うじゃないですか、はい、これ急増積もられて、すごいなって思いますよ。しかも老僧打たず急増積もられですからね、一番まあいい、おっと靴の表情は靴はなんか怒ってますかね、なんだなんだと何かに不問の表情が。佐竹石の積も上がりでした。リーチ積も、500戦ですね、違うか、700戦300ですね、700戦300の積も上がり、はい、感じてさあ、そして、3回戦はオーラスを迎えます。ドラはチーソー、ここまでは沢村トップ目、続いて清水、武石、ワックスという並びです。ドラドラですね、難が統一。清水としてはこの浮きをキープしたまま終われれば十分という感じですか。そうですね、またこの原点付近のさっきと同じ点数のオラスですね。あ、そうですね、まあ、これキープしたいでしょうね、それで多分十分でしょうね。はい、親の竹石としては浮きはもちろんこの手配チャンスでなんとかものにしたい、形も悪くない。沢村はトップのままでこの半チャンを締めくくりたい。シャーチャの枠ツはシャーが重なる、清水さん上がれそう。さあ竹石も一歩前進だ、これで6チッパ含み、先ほど安めでの6チッパ、今回は高めで決めることができるか。清水がいいシャンテン、さあこれでドラ打ちもあるか、ドラを切って目いっぱい、これで泣かない形ですね。これで泣いて2球はちょっと、そうですね、高め 5% とはいえやっぱりこの形になったら面前でリーチに行きたいですね、ワックスもドラのチーソを引き入れて形が締まります。お、いや理想的な転配だ。先ほどは安めはかなり安かったんですが、今度は安めでもかなり伊達ありますね。パーピンが浮いてる、でもやめるか、やめましたね。転配だ、現物を切ってサブローマンの転配、6万だ。清水、ここは竹石の大物手をかわしきっての上がり、ピンフ1000点の上がり、竹石2局連続の勝負手、今回ものにしたかったんですが上がりは清水です。はい、ということで、3回戦終了となります。3回戦はトップから沢村、清水、竹石、ワックスの並びで終了しました。続いて4回戦です。